皆さんこんにちは、リビング書店のヨッピーです。今日はプニコさんと一緒にお弁当箱の歌の手遊び歌を遊んでみたいと思います。はい、1番目はおにぎり、2番目はサンドイッチのお弁当になります。私ったらね、とってもすごい顔をしてやっております。ぜひね、そこも注目ポイントでご覧ください。では行ってみよう。しましょう。せーの、カレーフライのお弁当箱におにぎりちょっと詰めて、刻み生姜にごま塩を振って、人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたれんこんさん、筋の通った2番目、せーの、これくらいのお弁当箱にサンドイッチちょっと詰めて、からしバターにマヨネーズチュッチュ、いちごさん、ハムさん、きゅうりさん、トマトさん、かわいいかわいいさくらんぼさん、筋の通ったベーコン。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。いつもはね、ソファーに並んで手遊び歌をご紹介してるんですが、今日は向かい合ってやってみました。普段ね、私がプニコさんとやってるような雰囲気をね、ぜひ皆さんにお伝えできたらいいなーなんて思ってやってみました。はい、楽しさが伝わったでしょうか。変なこともね、ちょっとしてるんですけど、普段私とプニコさんこんな感じでやってます。はい。このね、お弁当箱の歌は、実は大きいお弁当、小さいお弁当バージョンもあるので、それはね、また今度お伝えでしていきたいなと思っています。ということで、今日はね、この辺でさよならしたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。いつもいつも嬉しく思っています。では、次の動画でまたお会いしましょうね。バイバーイ。